ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢、何見てるんだ？動物番組よ。ライオンの赤ちゃんが出てるの、かわいい。でもライオンって、しつけのために子供を谷底に落とすのよね。こんなにかわいいのに、よくそんなことができるわ。いやあ、ライオンも我が子を、かわいいと思ってるぞ。え、どういうこと？霊夢が今言ってたそれ、嘘だぜ。え？そうなの？それはいかった、けど、びっくりだわ。じゃあ今日は、本当は実在しない大嘘な雑学を、10個解説するぜ。ゆっくりしていってね。じゃあまず一つ目は、ライオンが我が子を谷底に落とすってのは、嘘って話からだな。昔から、獅子は我が子を千尋の谷に突き落とすって言って、ライオンは我が子を過酷に育てるっていう、イメージがあるよな。そうそう、その、獅子は我が子をなんとかってやつよ。でも実際のライオンは、崖から落ちてしまった子ライオンを、すぐに救助に向かうんだぜ。しかも群れのメスライオンたちが、3匹がかりで、子ライオンの救助に向かう様子が、撮影されているんだ。へえ、そうなのね。でも、じゃあどうしてそんな勘違いが起こったのかしら？それは、そもそも獅子は我が子を千尋の谷に突き落とす。っていう言葉の獅子は、ライオンのことじゃないからだぜ。え？そこから間違ってるの？そうなんだよ。この獅子っていうのは、古代中国の想像上の生き物で、ライオンとは無関係だぜ。さて、二つ目の嘘の雑学は、北半球と南半球でトイレの渦が逆になるだぜ。何それ、面白そうな話ね。って、嘘なんだっけ？ああ、面白そうな雑学だけど、これは嘘だ。そもそもこの現象が起きる原因は、コリオリの力と呼ばれる影響によるものではないかって、言われているぜ。コリオリの力って？地球が継続的に東方向に自転しているがゆえに、生じる力のことだ。その力は、私たちが動いている物体の軌道を、どう見るかに影響を与えるぜ。何を言っているのか、さっぱりわからないわ。そうだな、今回は難しい話は抜きにして、だいぶ端折って解説するけど、例えば、霊夢が赤道のすぐ下の場所から、北極に立っている私に、ボールを投げるとしよう。え、どういう状況？まあまあ、例え話だから。すると霊夢の投げたボールは、右方向に曲がっていくんだ。これは、起点で生じた運動量を保持するからだぜ。え、へえ。反対に、霊夢が赤道から南極に向かってボールを投げたら、それは左方向に曲がっていくぜ。ごめんなさい。その例え話でも、理解に苦しむわ。じゃあまあ、とにかくコリオリの力ってやつを、面白く解釈した人がいた、って思ってくれたらいいぜ。わかった、そうするわ。それで、本題のトイレの話だけど、コリオリの力っていうの自体は、本当に存在する現象だけど、たった5秒で流れるトイレに、影響を与えるものじゃないぜ。基本的に排水される水の流れる方向は、シンクやトイレの形によって左右されるんだ。つまりコリオリの力っていうのは、とても大きなスケールのものには作用するけど、小さなトイレの中に影響を与えることはないってところかしら？おお、そんな感じだ、すごいじゃないか。あ、いや、なんとなく言ってみたら、当たっていたっぽいわ。それはそれですごいな。気を取り直して次は、もう少し身近でわかりやすい話にするか。そうしてもらえると助かるわ。三つ目の雑学は、トイレットペーパーの三角折りを、ファイアーホールドと呼ぶのはデマ情報、って話だぜ。聞いたことあるわ。でもデマ情報ってことは、ファイアーホールドとは呼ばないってことね。そうだな。このデマ情報が広まったきっかけは、テレビ番組での紹介だぜ。とあるテレビ番組で、アメリカの消防士が、トイレに入っている最中に緊急出動となった時、素早くトイレットペーパーを取り出すために始めたって、紹介したんだ。へえ、なんか、もっともらしい理由に聞こえるけどね。でも実際には、アメリカの消防士の間では、そういう文化は全く存在していないらしい。そもそもアメリカでは、トイレットペーパーを取り出すときに、ほとんどが手前からじゃなくて、奥から取り出す形になっているぜ。じゃあ、トイレットペーパーを三角折りする意味はなさそうね。そういうことになるな。さて、四つ目の雑学は、安いワインは悪酔いしやすいというのは間違いだぜ。そうなのね。でもワインに限らず、安いものはなんだか悪そうなイメージがあるわ。ほら、安かろう悪かろうなんて言うじゃない？まあその言葉は、本質を捉えてると思うけど、ワインにおいて言えば、そういうことでもないらしい。赤ワインにはヒスタミンって物質が入ってて、このヒスタミンは血管を拡張する働きがある。それで血管が拡張された結果、神経細胞を圧迫して、頭痛を引き起こしているんだよ。血管が拡張、神経細胞を圧迫。なんだか字面からして、頭が痛くなるわね。あと、赤ワインにはチラミンっていう物質や、メチルアルコールって物質も多量に含まれていて、これも頭痛の原因になっているんだ。赤ワインって、頭痛になる原因がいっぱいなのね。その通り。つまり、値段に関係なく、
ワイン自体が頭痛を起こしやすい飲み物なんだよ。だから安いワインが悪酔いするっていう説は、間違いだぜ。でもなんで、安いワインに限定されたのかしらね？それは、安いワインに含まれる酸化防止剤が、頭痛を引き起こすこともあるからだろうな。そもそもワインは頭痛を起こしやすいけど、酸化防止剤にだけ着目して、安いワインは悪酔いするっていう、イメージになったのかもな。何にせよ、ワインの飲みすぎには注意ね。さて、次に5つ目の雑学は、月には水が存在するっていうのは例え話、だぜ。そうなの？月にも、地球みたいに海があるんじゃないの？確かに月の表面には、静かの海や豊かの海なんて呼ばれるような海があるな。でもこれは地球にある海みたいに、水を叩いているわけじゃないんだぜ。じゃあその海には、何があるの？月ができて間もない頃に、月に大きな隕石が衝突し、そのエネルギーで岩石が溶けてマグマになって、デコボコのクレーターを覆って、平面を作ったんだ。これが、月の海の正体だぜ。つまりこの海は、一種の比喩表現なんだ。静かの海とか豊かの海とか、素敵な表現だけど、あくまでも比喩表現なのね、ちょっと残念。でも最近になって、月にも水があるかもしれないって、考えられるようになったらしいぜ。月の北極と南極の部分に、一年中光が当たらず、影になっている部分があるんだ。そこに氷の形で、水が存在するかもしれないってことらしい。そうなのね、もしも存在していたら、素敵ね。そうだな。さて、次は歴史上の人物に関する雑学だ。6つ目の雑学は、伊達政宗の眼帯は創作だぜ。え？伊達政宗って言ったら、独眼竜で有名で、眼帯がトレードマークじゃない。通説だと政宗は、幼少時に患った天然痘の後遺症で、右目を失明してしまっている。そのコンプレックスでいじけていた政宗のところに、片倉小十郎がやってきて、いっそえぐってしまえと渡された短い刀剣で、右の目玉をえぐり出したんだ。えぐって？それは知らなかったわ。まあでも、それでコンプレックスから解放された政宗は、刀剣の唾を眼帯代わりに目に当てて、元気を取り戻して、後世に残る活躍を見せたってことになってるな。それが、創作だっていうの？そうなんだよ。1974年に政宗の霊廟を建て直すために、政宗の墓を発掘して、その遺体を調査してみたら、右の目玉は残っていたらしい。つまり、政宗が失明したのは事実だけど、目玉は摘出されていなかったみたいだな。失明していたのは本当だったのね。でも、あのトレードマークが創作だったなんて。眼帯姿の政宗が初めて登場したのは、昭和17年に公開された映画の独眼竜政宗で、その後大河ドラマの影響もあって、政宗の眼帯姿っていう誤ったイメージが、世間に定着していったみたいだな。映画やドラマの影響って、すごいのね。だな。よし、もう一つ歴史上の人物に関する雑学を紹介するか。7個目の雑学は、明智光秀とその母親についてだ。明智光秀の母親は、丹波攻めの時に人質になって、貼り付けになったっていうエピソードがあるけど、これも創作だぜ。それも有名なエピソードでしょ。その事件が、光秀が信長を恨むきっかけになって、本能寺の変に繋がったんじゃないの？それが、歴史を探る上で最重要になる当時の手紙や、日記などの一時資料に、一切書かれていないんだよ。それどころか、光秀側から人質を出していたっていう、記述さえどこにも見つからなかったんだ。じゃあ、このエピソードはどこから来たの？このエピソードは、光秀が落命してから、約100年後に完成したとされる創建記に書かれていたみたいだな。創建記は、光秀の死後から100年も経ってから書かれた上に、物語的な要素もある書物なんだけど、これを事実だと信じた人が多くて、広がっていってしまったんだ。じゃあ光秀のエピソードも、政宗と同じで、後世の創作が事実だと思われてしまったってことね。それはそれですごいわ。そうだよな。さて、8個目の雑学の解説に行くぜ。次に解説するのは、エジプトのピラミッドは、奴隷たちが鞭に打たれながら過酷な労働環境で作った。っていうのは嘘、だぜ。ピラミッドって、毎日毎日休む暇もなく、鞭で打たれながら作ったんじゃないの？そんな拷問みたいなことは、一切なかったみたいだぜ。本当はシフト表があって、錬金なんてなかったらしい。じゃあ、普通に休んでたのね、それはいかったじゃない。それどころか、現代人が聞いたら羨ましがるほどの、好環境だったんだぜ。そんなにも？例えば、どんなだったの？休みも、かなり自由に取れたんだよ。飲みすぎて二日酔いだから休むとか、今日友達の誕生日だから休むとか。何それ、めちゃくちゃホワイト企業ね、羨ましい。決めた、私、ピラミッドを作るバイトするわ。とりあえずタイムスリップするとこから始めるか？気を取り直して、9個目の解説に行くぜ。次は、
ピアスを開けた穴から白い糸が出てきて、引っ張ったら失明するっていうのは、嘘だぜ。それ、前にオカルト番組で見たことあるやつだわ。私、信じててすごく怖い思いをしたのに、まさか嘘だったなんて。オカルトって、言っちゃってるじゃないか。オカルトは、本当かどうかわからないことだから、夢があるんじゃないの。悪いけど、今はオカルト談義をするつもりはないぜ。また今度な、話を元に戻すぞ。この話はそもそも、親や学校の先生がピアスを開けることに反対して、やめさせるようにと考え出した話が広まって、都市伝説になったと考えられているぜ。なるほど。確かに、その話を信じて怖がって、ピアスを開けるのをやめる人は、少なくないのかもね。じゃあ白い糸っていうのは、どこから来たの？それも適当に考えた嘘？いや、白い糸は存在するぜ。え？存在するの？逆に驚きだわ。ピアスを開けた穴からは、白い糸が出てくることがあるぜ。そしてこの白い糸の正体は、古い皮膚や角質だ。ピアスを開けた穴と、ピアスの手入れをしっかりして、清潔にしていれば、白い糸が出てくることはないぜ。そうなのね。でもそうなるとますます、ピアスと失明の因果関係がわからないわ。それは、耳の中は様々な神経と繋がっているからだろうな。顔の表情に繋がる顔面神経は、脳から耳の中を通って、顔面に広がっているから、ピアスを開けると失明するっていう都市伝説に、繋がったんじゃないか？なるほど、地味に噛み合っちゃってるのね。ちなみに耳たぶには、顔面神経は通っていないし、白い糸を引っ張っても失明することはないからな。そうなのね、安心したわ。さて、いよいよ最後の雑学だぜ。10個目に解説するのは、ギロチンの開発者がギロチンで処刑されたという噂は嘘、だぜ。何よそのインパクトのある雑学は。でも、それも嘘なのね。そうなんだよな。まずは、ギロチンの由来について解説するぜ。ギロチンの開発には、ジョゼフ・ギヨタンという人物が関係しているんだ。あら、早速ギロチンみたいな名前の人の登場ね。ギヨタンは国民議会議員で、そして医師でもあったんだ。名前からも、ギヨタンがギロチンの開発者だと思われがちだけど、処刑方法として提案しただけで、実は開発者じゃないぜ。そこから勘違いしてる人は多そうね。そういうわけで、ギヨタンの提案で、ギロチンが処刑方法に採用されることになったから、断頭台はギヨチーヌと呼ばれるようになって、ドイツ語読みでギロチンとなったってわけだ。ギロチン誕生ね。それでこのギロチンなんだけど、一見残酷に思えるよな。そうね、なんせ首を。ひぃ、恐ろしい。でもギヨタンは医師だったこともあって、決して受刑者を苦しめようとしてギロチンを提案したわけじゃないぜ。今のところ、とてもそうは思えないわ。もともと死刑の執行には、斧や刀なんかが使われていたんだけど、死刑執行人の腕が未熟だった場合、受刑者は絶命するまでに何度も切りつけられて、とても苦しい思いをすることになってしまうんだよ。でもギロチンなら、苦痛を与えることなく一瞬で刑が終わるんだ。そうだったのね。まあ、そうだとしても恐ろしいけど。まあな。それで、ギヨタンがギロチンで処刑されたっていう噂は、何なの？ギロチンを開発した人間が、ギロチンによって処刑されたっていうのは、どこから来た噂なのかは分かってないんだけど、ただの都市伝説だぜ。ギヨテンは感染症で亡くなっているし、設計を担当したアントワーヌ・ルイも、ギロチンで亡くなったわけじゃないぜ。じゃあ噂の出どころは分からないけど、嘘ってことだけは、はっきりしてるのね。そういうことだ。さて、本当は実在しない大嘘な雑学は以上だぜ。よく知ってるエピソードが実は創作だったり、都市伝説はあくまでも都市伝説でしかないってことが分かって、今回の解説もとっても驚いたし、面白かったわ。楽しんでもらえてよかったぜ。それじゃあ、今回の動画はこれでおしまいだぜ。また、見に来てね。この動画が気に入ったら、高評価とチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。